核軍縮キャンペーンは1957年に設立されたイギリスの反核運動団体、核廃絶運動、核兵器撤廃運動などとも訳される。核軍縮キャンペーンはイギリスの一方的な核軍縮や核拡散防止条約などを通じた国際的な軍縮を主張し、核兵器や化学兵器や生物兵器の使用につながる軍事行動や、 イギリスの原子力発電所に反対している。CND は1957年に設立され、それ以降のイギリスの平和運動の最前線に存在し、ヨーロッパ最大級の単一争点の平和運動組織となった。1959年以降、復活祭の週末にかけて開催される、オルダーマストン近郊の原子兵器研究所から、ロンドンのトランファルガー広場までの、 オルダーマストン更新を組織している。なお最初のオルダーマストン更新は1958年に直接行動委員会によって組織され、ロンドンからオルダーマストンへ更新した。2010年以降の代表はデビッド・ウェップ、事務局長はケイト・ハドソンである。ストップ・トライデント集会で発言するイギリス労働党党首、ジェレミー・コービン。 2016年2月27日、トラファルガー広場。CND の現在の戦略的目標は以下である。2006年、CND は原子力に反対するキャンペーンを開始した。トニー・ブレア首相が核エネルギーへのコミットメントを行った後、3万2000人に減少していたメンバーは3倍に増加した。バートランドラッセル夫妻を先頭に国防省に向かうでも、 1961年2月18日、ロンドン、アベリストーイスデノデモ行進。1961年5月25日、1970年から1995年は、ソーシャルムーブメンツインブリテン、P91 による、ありがとうございます。